サンディデニーはイギリスのフォーク歌手。本名はアレクサンドラ・エレーヌ・マクリーン・デニーである。1947年1月6日、ロンドン・マートンパーク生まれ。本名にスコットランド製のマクリーンが入っていることが示すように父方はスコットランド人の血筋である。父方の祖母メアリー・スミス・マクリーンの一つであるキングストン美術学校に入学する。 同学年かどうかは分かっていないが、ペンタングルのジョン・レン・ボーン、レッド、ェッペリンのジミー・ページ、ザ・フーのピート・タウンゼント等が同時に在籍していた。1965年頃からロンドンのフォーククラブで歌い始める。この頃に、ジャクソン・シー・フランクと知り合いギターの手ほどきを受ける。エレクトラレコードのイギリス事務所に派遣されて、 ジーインクレディブルストリングバンドとピンクフロイドのプロデュースとマネージメントをしながらフォーククラブでライブのプロデュースをしていたジョー・ボイドと出会ったのもこの頃である。1967年2月にはストローブスの全身ザ・ストロベリーヒル・ボーイズにもボーカリストとして参加し5月にデンマークでの録音に参加しストローブスの持ち歌以外に字の流れを誰が知るを録音する。 このテープは、ジョー・ボイドからジュディ・コリンズの手に渡り、ジュディ・コリンズはこの曲をカバーしただけでなく、1968年11月に発売した7枚目の LP のタイトルにした。1968年5月には、ジュディ・ダイブルの公認として、フェアポート・コンベンションに参加し、3枚の LP を録音するが、1969年11月に脱退する。 1970年には、ホザリン芸を結成するが、資金的な行き詰まりから LP1 枚を残して、解散する。解散後は、技術学校で同窓だった、ページのレッド・ツェッペリンの、レッド・ツェッペリン・フォーやタウンゼントの、ザ・ロンドン・シンフォニー、オーケストラシャンブル・クワイア・ウィズ・ゲストソいすつ、トミーにゲスト出演する。ソロ活動の間3枚の LP を発表した後、 1973年から1974年にかけてのフェアポートコンベンションの世界ツアーに同行し、東京でも公演を行う。公演後にフェアポートコンベンションに復帰するが、LP の録音後に、プロデューサーと意見が合わず再び脱退する。脱退後は、ソロ LP1 枚を録音したが、1978年4月17日に、 友人宅で階段を踏み外し、4日後の4月21日に、オーストラリアから急遽帰国した夫のトレバー・ルーカスたちに見守られる中31歳で、亡くなる。1971年と1972年に、イギリスの音楽雑誌、メロディメーカーで最優秀女性歌手に選出されている。ありがとうございます。